こんにちは、小木曽です。今日はちょっと厚塗りの作品をお見せしたいと思います。初めはちょっとゴッホ風に描こうかなと思っていたんですけども、少し途中から初めはルシアン・フロイドみたいになって、途中マチスみたいになって、右往曲折してこんな感じになりました。アクリル絵の具ですね、キャンバスボードを切って、だいたい3号ぐらいの作品です。今日は芸大面白話かなと思います。よろしくお願いします。どうぞ。それでは始めていきたいと思います。まず人物を描こうと思ってますけどね、鉛筆で下書きを取っていっております。あまりこう神経質にはならずに撮ろうかなと、ゴッホ風に描いてみてはどうかなと思ったので、今回は、ゴッホ風になるのか否か分かりませんが、描いていこうと思います。鉛筆でこう輪郭を取りながらも頭の中ではどのように進めていくかということをぐるぐるイメージを沸かせていきますね。で、当然この技法は初めてです。だから成功するか失敗するかも分かりませんが、その辺はあまり気にせずに、失敗しても動画化してやろうと思っておりました。で、茶色と黒で、鉛筆を一度なぞっていきます。鉛筆をそのままも丁寧になぞるというより、そこでも多少こう変化させてですね、もうちょっといい感じにならんかなとか思いながら書いていったりもします。ちょっと今日はまた久しぶりにではないかな、芸大面白話をしようかなと。ちなみにこれアクリルも一種類作ろうと思っております。印象派風に描いてみると、ちなみにこれも1時間半で、描き上げております。乾かす時間も合わせてやったと思いますけども、1時間半で描いてます。で、次は印象派風に、まあこんなアクリル絵の具っていうのはこういうふうなことが ある程度できるんやぞという素材ですので、初心者の方でも楽しんでできるのかなと思います。で、形とんの苦手やとかいう人はどこかでお見せしてますけども、転写してもいいんじゃないかなと思います。どこやったかな、初めの方の動画やと思います。追い出せか、屋久島か、そのあたりの動画を見てもらえたら、もうコピー取って転写するようなこともやったりします。それぞれにお任せいたします。そして、アクリル絵の具で人物を描く3部作第2弾はゴッホ風に描いてみた。しかし途中ルシアン・フロイド風になってみたりとか、マチス風になったりとかですね、ブレブレでございます。まあそういうもんですね。人生そんなにうまくはいきません。私もこういう今は写実的な画風になってはいるんですが、学生時代いろんな画風にはチャレンジもちろんしました。最近よくあるのがですね、写実的に描きたい、写実風に描きたいというのをもう若いうちから決めている子がいるんですね。僕はあんまり好きじゃなくて、僕は学生たちにはいろんなことを試して、これなんて言うんやったっけな、スロードライング、ブレンディングメディウムというね、薄塗り用置換メディウムというものをまず塗布してみました。全く初めてこれもちろん使えますけどね、要は乾きが遅くなるということなので、ベローっともダイレクトに、多分絵の具に混ぜるんでしょうけど、まあ、要はこれは油絵の具で僕がやる完成油を画面に塗るような感覚で一回塗ってみようかなと思って塗ってみました。どうなるかは分かりませんが、これといえば画面の中で絵の具を混ぜ合わせていくような感じになると、絵の具というのは乾きが遅くなるのではないかという予想を立ててですね、やっております。で、大学時代いろんな本当に画風にチャレンジしました。一番難しくて、一番こうなんか実感が、これダイレクト絵の具来ましたね、データ得意の、おお、ブリ
これは何ですかね、赤っぽいような色ですね。次は青っぽいのを着ました。これフタロシアニンブルーみたいなやつなんですけど、これはちょっとね、あ、ちょっと色強すぎたなと後で後悔しますが、そしてここにダイレクトチューブオン白、赤と青と白というものをまさかの、混ぜ合わせるというですね。まあ赤と、これはまあ朱色みたいな色と青を混ぜたらちょっと茶色っぽくなるかなと思いながら塗ったんですが、青がちょっとすごい強いので、おこれやりすぎたと思ってですね、混ぜるとうわめっちゃ青なると思いながら描いてました。まあグレーになっていきますね。で下のこう置換メディウムと混ぜ合わせながら描いていって、おります。そうすると絵の具が滑りが良くなるというか、乾きが遅くなるんちゃうかという。でもよくこれ説明を読んでみると、薄塗りって書いてますもんね。失敗しましたね、薄塗りと。すみません。リキテックスカラーの乾燥が約 40% 遅くなり、ぼかしやグラデーションが楽にできと書いてありますので、厚塗りじゃなかったそうですね、すみません。でこうやってこの2色だけでだいたい茶っぽくなるんですけど、青がやっぱめちゃくちゃ強いんですね。困ったなぁと思いながら描いております。まあ、いろんな作風を試す中でも、まあ、こアクリルでこの厚塗りやるのはもちろん初めてなんですけど、油絵の具では厚塗りとかをやって、今青取りましたね、これあかんわちょっとね、こういうこともよく起きます。で、油絵の具でも厚塗りというものを試してみたこともありました。で厚い絵の具を知ってるからこそ薄い絵の具が生きてくるとかいうことはあると思うんで、初めの頃って僕は厚く塗っていった方がええんちゃうかなっていうのはよく学生には言っているんですね。まあいろいろ指導してると、義蔵君とこはみんな薄塗りだとかね、写実的な絵が多すぎるんじゃないかとか知った激励を受けることは多々ございますが、僕はそれを推奨しているわけではないんですね。写実的な絵を推奨しているわけではないんですが、まあ、写実的に描けていると後々就職とかの時には有益に働くことがあるんじゃないかなというふうには思ってます。すごい遠回しな表現ですみません。なぜかというとですね、例えばアニメとかゲームの会社に勤めるとなると、まあそれ以外もそうですけども、やっぱり基本的なことっていうのができているかできていないかっていうのはすごいこう大事なんちゃうかなと思っているのと、まあ会社とかに勤められたいっていう方はね、初めから自分の好きな絵とかを描けるわけじゃ僕はないと思っているんですね。でその際にいろんな応用ができるためには基礎的な画力みたいなものを持ち合わせていた方がいいんじゃないかという指導はしてます。だから大学2年生ぐらいまでは写実的に描きつつ、3年生ぐらいからこういった例えばチャレンジング的なことをどんどんやっていきなさいっていうような感じで、言うてます。まあうちの大学は入試で油絵とかがないので、ほとんど油絵とかを大学で初めてやるという子が多いので、そういうふうな指導をしています。もちろん2年生1年生から自由にやりたいっていう子は勝手にやらしますけどね。ただ僕の小木曽統計学と呼ばれるものがあって、そういうふうに自由に やりたいですって言って、あどうぞどうぞって言った子って案外伸びないんですよね。これね、なんでかな、小木曽統計学によるとですよ、でこれっていうのはですね、よく往々にしてその学生さんに言われるのは、高校時代にやってきた、高校時代に言われた、高校時代にこうだったああだったっていう子が往々にしてそういうことを言うんですね。まあもちろん美術コース美術科の子とかが ある程度書いてきたからという自負もあるんでしょうけども、なんとなくそこから成長って止まるんですね。まあそこが面白いな、もうガンガンダイレクトで載せていってますよね。もうこの辺りの段階意外と面白いなと思ってしまったんですね。なんかこうルシアン・フロイドという、調べてくださいね、作家さんのような雰囲気が出てきて、下の絵の具やっぱり、グラデーション、スロードライングブレンディングメディウムですか、薄塗りを、あここに書いてましたね、置換メディウムってね。まあそういうふうに私はいろんな画風を試してきたわけでございます。
大学の3年生4年生ぐらいになるとすごい楽しくなってくるんですけどね、夜でも芸大というのは夜10時までしかダメで、10時やったかな確かね、当時はね20年ぐらい前ですけども、それでもやっぱりもっと書きたいなってなって、ある時にうっかりですね、夜遅くまで書いていた卒業制作ですね、一生懸命書いていて、あとまあ結構何人か他のアトリエも残っていたんですけどもね、そしたらですね、助手、当時の助手長というのがありまして、おりまして、助手の中のトップの人ですね、その人がつかつかつかと来て、夜中2時ぐらいです。僕は真面目にもちろん絵描いてたんですけど、まあ酒盛りをするような学生もいたりするわけですよね。でまあ もちろん管理者なので、助手長は怒らざるを得ないということで、あ、これ緑思いっきり行きましたでしょ、これね、これちょっと突然ですね、マチス風に描いてみようかなと。マチスって分かりますかね、マチスっていう人はフォービズムっていうね、野獣派、あ、こういうふうにね、顔面に緑バーンと置いた絵を描いて、まるで野獣のようだって、まあ、緑色がですね、野獣のようだっていうふうに言われたことによってフォービズムっていうのが生まれるんですけども、ちょっとそういう大胆に僕はちょっと紫、あ、緑色を置いてみましたね、この辺はもうブレブレですね、ゴッホがどこに行ってしまったか、まあいいです。でそんな感じで、助手さんに、助手さんは管理者なので、もし万一例えば火事を起こしてしまったりとか、そういうことが起きてしまったらいけないので、もちろん10時までに帰りなさいっていうのが至極当然のことでございますが、今どうなってるのかな、夜中2時まで書いていた私たちはつかつかつか、やばいやばい来たぞっていうことでですね、助手さんがアトリエに入ってきまして、おいって言ってですね、お前ら何したって言って、ガタガタ震えましたね、やばい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 って、もう帰れって言われました。夜中2時です。上野といえど山手線1時ぐらいまで電車あるんですけどね、もう何にもないですよ、電車もなく、帰れって言われましてね、はぁってなってですね、大学を追い出されました。懐かしいですね、寒空の下外に追い出され、どないしようどないしようと。で助手さんの部屋の何階か5階か6階にあったんですけど、僕ら7階か8階でやってたんですけど、まだこうダイレクト絵の具やってますね、ガタ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 震えながら、外で助手さんの部屋の明かりが消えるのを待って、1時間ぐらい経った時に助手さんの部屋が、消え、明かりが消えてですね、そーっとアトリエに戻って電気をつけずに寝ました。あ、そんな経験がございます。懐かしいですね、今思えば。もう一人助手さんの話をさせてもらうと、ちょっと勝手にお名前出していいのか悪いのか、いつかお会いしたら謝ろうと思いますが、別に悪い話ではないので、皆さんご存知か、山口彰さんという日本の美術界を代表する今はですね、作家さんがおります。で山口さんが助手さんの時ですね、助手で東京芸大にいたんですね。で僕が大学の3年生だったです。3年生、それで、僕は田口康夫先生、田口康夫先生という先生が好きで、安井賞とか取られてる先生で、まあ噂だけは聞いていたんですね。で田口康夫教室から作家がすごく生まれるというので、噂を聞いていて、それもあって芸大入って教わるのがものすごい楽しみだなと。僕でも田口先生にすごいいいこと言われて、未だによく覚えてるんですけど、君の絵は立ってないって言われました。立ってない、どういうことだと思ったんですけど、それっていうのは僕はその時大学2年生とかの時とかに講評会で言われた言葉なんですけども、立ってないっていうのは要は誰かの真似であって、君自身の絵としてまだ成り立っていませんと、自分自身の足元をしっかり見つめ直してくださいという言葉だったんですね。
ものすごくそれはその後の学生生活において、貴重な重要な言葉となりました。初めの頃は模倣でもいいけども、ぼちぼち自分自身で立ってみたらと、その時にはその立つためには自分自身がどういう人間かを見つめ直しなさいと言われました。これっておそらく就職とかする時とか、その人あなた自身はどんな人ですかなんていうことを聞かれたり、することがあると思うんですけども、やっぱり絵描きさんにもすごい必要やと思います。おいおいこれは僕の中ではまだ熱くなってますね、これ。大学3年生かなの時に古美術研究旅行というので、東京にいた時に奈良に行くんですね。で奈良に行って、僕は実は高校生の時奈良がすごく嫌いでした。田舎や田舎やと大阪の予備校に行ったら言われてですね、なんかすごくこう奈良県生まれっていうのが恥ずかしかったりして、変わったもんですよね。変なもんですけども、でも東京に行くともう正直いろんなとこから集まってる、もちろんね、北は北海道、南は沖縄まで、でやっぱりそれぞれがみんな故郷をすごくこう大事にしているというか、そういうところがあったんですね。でまあその3年生の古美術研究旅行に行った際に、同級生たち50人中20半分ぐらいずつで組で行くんですけど、確か30人ぐらいで、みんなで行きました。また行きたいね。あれ芸大の本当古美研ですごいいいですよ。東大寺の裏ぐらいのとこにね、古美術研究旅行の研修の建物があって、僕は佐賀大学に着任した時、学生うちの学生泊まらせてくれへんかなと思って頼み込んだことが実はあるんですけど、そこに、2週間ですかね、京都も行く日かで、奈良も多分2週間やった、10日やったかな、ちょっと覚えてないですけど、行ったんですね。そうするとですね、まあね、東京を離れ、奈良を離れて3、4年経っていて、また戻って自分の故郷を見て、またいろんなとこから来ている東京芸大の同級生たちが、おぎっそならええとこやなってめちゃくちゃ言うてくれたんですね。確かにと思って改めて見ると、すごく古いものとかがすごくいろいろあって、非常にいいところやなっていうのを見つめ直すきっかけになりました。あ、田口先生の話がだいぶ脱線しましたね。だから前回の42回の絵っていうのは、そういう興福寺とかの絵の影響を受けていますということですね。仏像ですね。でああいう絵も昔はちょっと描いたことありました。やっぱ脱線がひどいですね。でまた戻ります。助手さんで山口明さんという人がいて、田口先生の元助手さんだったですけども、田口先生が僕が大学の3年生の時に退官されるということが分かって、67歳なんですね。芸大って変な年で、70、むさびにその前行ってて70歳だったんで、僕は大学に行くまでいてくださるんかと思ってたと思ってたら、退官するということが分かりまして、で、エレベーターの中に田口康夫先生最終講義、黄金背景テンペラ画という授業があったんですね。でよく見るとですね、受講対象学生が大学院生以上って書いてあったんですね。で、わ、大学学部の3年生の僕はそれ受けれないと思ってですね、なんとかしてくれんかと思って山口明さんのところに頼みに行きました。山口さんお願いしますと、もう僕もぜひ受けたいですと。あ、じゃあ小木曽君は、朝くんの早いから、僕はすごく早かったです。満員電車が嫌いで、いつも5時6時ぐらいにはもう大学に行ってました。あ、本当ですよ。で、小木曽君は朝早いから、僕はアトリエで、研究室ですね、助手の研究室で寝てるから。そして田口康夫先生も朝がすごく早い先生です。で、二皮を解いたり、下準備、授業の下準備を朝早くにするから、小木曽君、あ、これ一日完全に乾かしました。小木曽君、あ、すみません、これ2日間に分けてやってますね、ごめんなさい。で、小木曽君、ぜひ、田口先生が9時からの授業やけど7時ぐらいに来るんですよ。
で僕は6時ぐらいの大学に行っていて、でアトリエで寝てるから大磯君田口先生来たら起こしてくれって言って、毎週水曜日やったような気がしますけど、毎週水曜日6時ぐらいに行って7時ぐらいに田口先生が来られて、来られたなと思ったら隣の部屋で僕は絵を描いてたんですが、ガチャガチャっと鍵を開ける音がしたら、そーっと助手の、山口さんを起こしに行って、山口さん田口先生来ましたよ、田口先生来ましたよって言って起こしに行きました。山口さん面白い人でね、当時段ボールで作ったセッター履いてましたね。もう本当にもうあのままの人です。本当にもう素敵な人ですね。で田口先生を起こして、田口先生山口さんを起こして、で田口先生のとこ行って、すいませんっておはようございますって言って、で二課を一緒に解いて、田口先生のこう愚痴を聞きながら、こんなのは昔は助手が全部やったんだけどねって言われながら、すいませんって言って、二課を解いたりして授業を受けたりしておりました。ものすごくいい思い出でございます。今の学生さんでそういう学生いますかね。僕は本当に朝方というか早く行って仕事して、眠くなったら昼寝をするとかっていう生活が今もそんなに変わっていません、当時から。そういう学生さんいたらぜひ。ちょっとこれ実はグレーズしました。もうこの辺でブレてますよね。紫っぽいのグレーズしました。ちょっと喋るの忘れてましたが、なんかね、なんか納得いかんなと思ってグレーズしたことによってゴッホ風がより違うようになっていってしまった。そして明るいところも少し描いていってます。この辺はもうブレブレでした。そういうこう芸大の本当に20年以上前の話でございますが、先ほど助手さん、助手長の方のお話をしましたが、上村さんと言いました。上村さん、大木さん、前ら帰れって言ってですね、僕ら夜中2時に、芸大の建物の中、建物じゃないですね、建物の前の駐車場みたいなところがあるんですね。大浦食堂というところがあって、まあ、そこの辺りでうろうろしながら、上村さんのアトリエの電気が消えるのを待っていました。で待っていて、アトリエに戻って寝た、そういうのがあったんですけども、今から確か7年8年前ぐらいですかね、私が佐賀大学に来て 1,2,3,4,5,6 年ぐらい経った時に、学会があると、学会がで大分で学会があるということで、まあ佐賀なので、またうちの学生が学会で発表をするということになっていたので、行こうと。でよく見ると琉球大学というところにですね、上村さんの名前があるわけですよ。当時怖かったんでね、でももう勇気を出してちょっと行ってお話してみたいなと思ってですね、上村さんのところに学会、の後の懇親会みたいなのがあった時に、上村さん久しぶりですって、小木曽君来るって聞いてたよとかって言ってくれてですね、覚えてくれてますかって、もうね、言うたらもう助手さんと学生なんてものすごい人数、学生いっぱいおりますから、僕のこと覚えてくれてるだけでもめちゃくちゃ嬉しかったです。覚えててくれたんですかって言って、もちろん覚えてるよとかって言ってですね、言うてくれて、でまあその懇親会の後の二次会とかがあったと思うんですけど、上村さんにちょっと飲みに行きませんかって言って、上村さんと僕ともう一人確かおったかなと思うんですけど、3人で、飲みに行きました。その時にいろいろ聞きました。あの時僕らめちゃくちゃ怒られましたよねって、覚えてますかって言ったらですね、覚えてるよもちろんだよって言って、ごめんなあの時はって言ってくれてですね、まあそれはもう管理者やから、もし何かあった時のために、俺はそれは厳しくせんといかんかったんや、ごめんなあの時はって、言ってくれたことを本当に、昨日のように覚えております。もうそれはそれは私にとってはすごくいい思い出で、なんか対等に、お話ができたということが今も非常に誇りとなっております。2、3日前ですね、Facebook の方に、
上村さんがご病気ですかね、54歳という若さで、亡くなられたというのが流れてきました。まあ、ここでお話してもいいのか、まあ、新聞に載っていたのでですね、ちょっとすみません、今日はこの話をどうしてもしたくて、僕は本当に人間の縁にすごい恵まれています。上村さんと本当にあの時お話できてすごい楽しい、楽しかったねって言って別れたのが最後となりました。54歳という若さで、亡くなった上村さんのご冥福をお祈り申し上げたいと思います。すみません、最後ちょっと締めっぽくなりましたが、そんな私もそういう、近い人が亡くなったりするような年になってきたんだなというのをすごく思います。沖縄に行ってらっしゃって琉球大学というところで、美術を教えて、美術教育でしょうけどね、教えていたということでございました。作品はいよいよ、まあ、この辺で完成というか終わりに近づいてまいりました。今日は助手のお二人のお話をさせていただきました。面白いもので、他にも助手さんで、岡山の方に勤めてる人であるとか、長崎の方に当時というか長崎の方に勤めてる、方とかの教え子さんが佐賀大学に来てくれたりしてるんですね。非常に嬉しいですね。そういうなんかこう規則のとこやったらということで送ってくれているのか分かりませんが、それは非常に、私にとってはありがたいご縁だなと思います。ね、おいよいよ完成に近づいてまいりました。本当ご抱負じゃなくなりましたね。すみませんね、今日はね、どうしてもこの話はしたくて。まだちょっと背景に少し絵の具を乗せていこうと思って、芸大って面白い大学です。本当にいろんな人が卒業した後にいろんな進路に行きます。僕の同級生なんかはゲーム会社に勤めて、その後ゲームの撮影中に交通事故で亡くなったっていうのを聞いたこともありますし、教え子とかで亡くなったという子もいたりもしますけどね。私は本当に元気にこんな風に動画を作れていることが幸せだなという風に思いながら背景に厚塗りを塗っていっているところでございます。これからもまたどんどん動画を作っていこうと思います。こういうのがね、あとあと僕も突然何かがあった時に残しておいた方がですね、いいかなと思って作っていこうかなと思います。ゴッホ風という何風になるのかな、これな、わからないですけどね。面白いですね、アクリル絵の具ほとんど使ってなかったですけど、この動画を作るに際してアクリル絵の具でいろんなパターンをこうやるようになって、非常に幅が出てきたかなと思います。お話は今日はちょっと早めに、終わりたいと思います。最後の方まで、完成をぜひ楽しんでご覧ください。次回は印象派風に描いてみた、もうこれは作品は出来上がっているので、この週末編集をしたいと思います。最後にもう一度上村さん、天国で、ごゆっくり、また美味しいお酒でも飲んで、ください。ご冥福をお祈り申し上げます。それでは私はここで失礼いたします。
ありがとうございました。皆さんも、書けそうな雰囲気がありますよね。ぜひ、挑戦してみてください。次は何をやるかは未定です。いつも通り未定ですが、リクエストお待ちしてます。とチャンネル登録とか非常に嬉しいです。助かります。特に収益化を考えていないんですが、やりがいにつながります。そういうのがないと反応が、コメントもありがたいです。反応がないとすごく寂しいものでございます。これがオンラインの辛さでございます。次回もお楽しみください。ありがとうございました。さようなら。